した理不尽をした。なぜなら少女は呪われてるから。死なせているなら広く消えた少女の話。夜明けのオレンジ太陽に凝り巻きつけ、少女はまだ諦めない。時計塔の針も空を刺しておなかを鳴る。そんな時ふと後ろから人が少女を捕まえ、顔は落ちる。お菓子を踏みゆく人たちで生きな顔してさ、なぜなら少女に呪われてるから。知らせているなら二人きりだ、遠い物語。街の人